はい、たたのぼたくぼくです。どうしてキャビン付きのバックホンにしたんですかってよく言われるんですけどこれはね親方のアドバイスもあったんですけど夏のね、暑さやっぱりこう耐えかねるところがありましてましてや埼玉県の私北部ですので東京都内のね、熱い空気が南風に乗って 栃木、群馬、埼玉の県境あたりにね、やってくるんですね。そうすると40度以上になったりする日も続出しまして、まあ夏場の作業となるとこれじゃないとね、できないと。エアコンはやっぱり必要です。まあなくてもっていうのもありますけど、やっぱりね、暑さって人が見ている以上にひどいです。 思考能力もね落と,落としますしね安全を欠いてしまうような状況に落とし入れてしまう暑さを避けるにはやっぱりキャビン付きじゃないかなって思いますまあ価格的にはですねえー、670万かな税金入れてねえー、そのくらい余計にはかかっちゃうんですけどそこはね惜しまず出費して,ししてみました そんなわけでね、このキャビン付き爆砲を購入したわけです。暑さとの戦い。やっぱり安全性との戦いでもあるわけですから、暑さだけは先にね、防ぐっていうことをうん考えました。はい、それではご視聴ありがとうございます。なぜキャビン付きを買ったか。 それは猛暑との戦いです。